いつまでそうしているつもりですか。やはり引き止めればよかったのでは。何も言うな。後悔しても知らないわよ。お気に入りのおもちゃをなくしたこの人に代わりの珍しいおもちゃを与えるのは骨が折れる。あの娘をおもちゃと一緒にしてはいけないのかもしれない。道具として扱いたくなくて引き止めるのをやめたのだから、あの武官に尋ねてみるか。どうやって準備。